今回はゆっくりと天然にメロディーを吹く、そして、僕の教材を使って今回はやるわけですけども、中上級編の人はですね、そのままやるというわけにいかないので、ちょっと論理的なところを踏まえながらまず1本目のレクチャーを取って、じゃあ、これから中上級編の人はですね、初級編の方に加えてです、音、どういう音を使ったらいいかなっていうのをやってみましょう。まず同じ譜面を見てると思うので、 A の6小節目、1括弧のところの B7 ですよね。ここで、はい、今みたいな使い方ですね。で、次の2小節後ですね、1括弧の3小節目 D ディミニッシュですね。じゃあ今終わったレピート前ですね、1括弧の最後 A7、 ここはどういうふうに処理をするか、ドミナント7ですから